中国の選手はチャイナ服のようなレオタードブラジルの選手には胸元にライオン。個性豊かな新体操の衣装。現地時間8月8日に行われたパリオリンピック、新体操個人総合予選では、各国出場選手の演技はもちろん、衣装も大きな話題になっています。中国の選手は、リボンの演技で、濃い緑を基調としたレオタードに赤い模様が入った衣装で登場。 襟の部分を見るとチャイナ服のようなデザインになっていて、SNS では今回一番可愛い絵、レオタードめちゃめちゃ可愛い、という声が上がりました。ラオスの選手はリボンの演技で国家のプルメリアとラオスの寺院で国のシンボルでもあるタートルアンがあしらわれた衣装で登場。ブラジルのバルバラドミンゴス選手はクラブでブラジル伝統の サンバの衣装のようなレオタードを披露すると、フープでは胸元にライオンがついたインパクト抜群の衣装で華麗な演技を見せます。そんなドミンゴス選手の演技には、美しすぎて泣いちゃったと感動の声も寄せられていました。プルメリアとラオスの寺院で国のシンボルでもある、タートルアンがあしらわれた衣装で登場。ブラジルのバルバラドミンゴス選手は、クラブでブラジル伝統の サンバの衣装のようなレオタードを披露すると、フープでは胸元にライオンがついたインパクト抜群の衣装で華麗な演技を見せます。そんなドミンゴス選手の演技には、美しすぎて泣いちゃったと感動の声も寄せられていました。